大人になったらなりたいものランキング1位は身近ながらちょっと意外な職業だったようです。街の反応は？ YouTuber、 消防車、警察官。大手生命保険会社が発表した大人になったらなりたいものランキング、なんと小学生男子の1位は会社員でした。会社員は中高生男女でもトップとなり、今や人気の職業のようです。会社員どう思います？ちょっと意外です。意外です。将来会社員になりたいと思います？思われますか？ならないです。給料安定してて、物価高騰とかなんかあると思うんですけども、その中でもなんかいいのかなと思います。高校生の反応も様々。ちなみに10年前の調査では、子どものなりたい職業は男の子がサッカー選手、女の子が食べ物屋さんで、会社員はランク外。この結果について大人は？夢がないというか。アンケートを行った第一生命経済研究所によると、会社員としてどんな仕事がしたいかを尋ねたランキングでは、科学技術、ものづくりという回答が目立ち、目標を持って会社員を目指す傾向が見られるといいます。また新型コロナ禍によって、自宅でリモートワークする親を子どもたちが見て憧れを持ったことも要因の一つと考えられるといいます。良かったです、私会社員なので。はい、憧れられているということで。県内の高校生の夢は？今は音楽関係の方で。おお、例えばどんなジャンル？J-POP の方とかで考えてます。パティシエです。そうなんですね。はい、お菓子が好きな人に美味しいお菓子を作ってあげたいです。国際機関とかそんな感じの仕事です。教育支援などやりたいです。教員免許を取りたいと思ってて、まず大学でそういう教育学みたいな学んで、子どもたちを笑顔にできたらなと思ってます。会社員と回答した人は少なかったようですが、仕事の内容を見極め、さまざまな夢を抱いているようです。皆さんしっかりしてますね。そうですね、やっぱり大変な3年間を過ごして大人の様子きちんと見ていました。はい、ちなみに調査が始まった1989年、小学生の男の子1位は野球選手、そして5位にはパイロットと、なんかこう馴染み深い項目が並んでますよね。そうですね、私もまさに同じ世代として野球選手にとは思っていましたが、はいはい、気づいたら会社員になってましたね。いい会社員生活であればいいわけですよね。子どもたちは親の背中をよく見ているということが、今回の結果から言えるのではないでしょうか。